ンフと申します。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。このプラチナさんはありがとうございます。10ヶ月ぶり、12月以来です。コロナで僕らも、ライブが決まったのが一気になくなりました。で、これが、コロナになってから初めての、ライブになります。リハをして一生懸命作ってきたので今日はよろしくお願いします。
Thank you.
ね。ありがとうございます。あっという間に曲終わってしまいましたが、モフニモフ1曲目、AI という一番最新の曲をさせていただきまして、その次に、心折れという曲を2曲続けてさせていただきました。ありがとうございます。最初に席に座られてた方にお配りしてたんですけど、もしまだない方ここに置いてるんですけど、最近ちょっと我々の取り組みとして良かった曲投票っていうのをやってまして、今日の、セットリスト順にこうやって札がついてまして、セットリストバレるがな。ごめんなさい。で、その曲名の裏にちょっとその曲の解説とか書いてみたりしてて、このカードをもしよろしければ皆さんの一押しの曲、これが良かったっていうのを私たちメンバーまでいただければ、とってもジャンプして喜びますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。でですね、今日はコロナ禍の中の初めての、ライブということで、いろいろ本当はそのネット配信とかいろんなこう誘いとかもあったんですけど、やっぱり自分たちのこうなかなかネット配信ってちょっとやりづらい面もあったりとかして、皆さんとこう対面でやりたいっていうのもあって、ちょっとなかなかする機会なかったんですけど、こうしてプラチナさんにいつもの通りお声がけいただいて本当に嬉しい感じでした。ありがとうございます。もうもう常連さんの皆さんともちょっとこう、なっていう感じで顔なじみになって嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは続きまして次の曲に参りたいと思います。次の曲はリシャインという曲でして、私たちの、バンドで初めて作った思い出の強い曲となっております。リシャイン。
コロナの中なんで控えめに使ってもらいましたけど盛り上がってくださってありがとうございました。ありませんが、あの我々あの先ほどリシャインという曲をさせていただきまして、その一個前心声という曲もさせていただいたんですけど、こういうオリジナルの CD も、作っておりまして、こちらあの1万円ぽっきり1000円で売っておりますので、もしあのあいいじゃんと思われた方いらっしゃいましたら、あのこれもお声掛けいただけるととってもとっても嬉しいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。実はですね、冬に実は2曲、僕たちも曲が増えたので、レコーディングをしようって撮ってたんですよ。で、それがもうあと少しで、できるっていうところで、8ヶ月ぐらい眠ってるので、コロナのいろいろあって、で、もう少しでできるんで、それできたらね、なんか1曲無料とかもしたいなとも言ってるんで、よかったら僕たちの曲をいっぱい聴いて、YouTube にも上げてます。よかったらチャンネル登録いただければ、ね、いただければ嬉しいです。お願いします。自粛中、皆さん何されてました？なんか私別に特にやることなかったんですけど、もう太って心の肉が全然落ちないんですけど、どうやったら落ちますかね。ライブいっぱいやったら落ちますかね。ぜひぜひ今後もこちらにプラチナに呼んでおかせていただいて、こんな風に汗かきながらライブさせていただけると。久しぶりに汗びしちゃいこんなに汗かいたら久しぶりなんで、ちょっとダイエット効果もあるかなと期待しながら、はい、楽しんでおられます。まあ、今社会的に距離っていうのが結構話に上がってます。で、自粛期間中に僕たちの曲を見直してみたら、意外に距離をテーマにした曲が多くてですね、次の曲は君待ちという2人の、距離感を描いた曲になります。聴いてください。僕らが気にしたちっぽけな光でどれだけ近くに感じることができるの。Oh, cool.